はい、どうも、池井です。携帯電話会社の今後についてみたいな話をした動画の、まあ、後に撮ってるんですが、お、さっきの噴水みたいなのがちょうど収まった。はい、話戻ります。で、なんだっけ、その動画の後に撮ってるんですが、今日は、携帯電話をお得に使おうという話ですね。ちょっと今手元に何もないんで本当に口頭での話になっちゃうんで、まあ詳しく知りたい人はコメントとか書いてもらえれば、また詳しく動画撮るなりコメントで教えるなりしようと思いますんで、詳しく聞きたい方は言ってください。はい。で、まあ皆さんご存知かとは思うんですけど、やっぱり未だに携帯を安く使う方法って乗り換えをすることなんですよ。まあ、ドコモから au に乗り換えする、 au からソフトバンクに乗り換えをするっていうので、携帯会社を変えることによって携帯電話の本体を安く変えたりとか、安いプランを使うことができて月額料金を抑えることができるっていうのは、今もまだやっぱり変わってません。変わりつつあるので、それに対する特典は年々減ってはいるんですけど、まだあるにはあるので、それを使って、まあ、本体0円で買える、1円で買えるみたいなのは未だに現場レベルではあります。はい、と言っても、例えば今自分がもうドコモとか au とかソフトバンクとかをもう10年15年使っている、変える気はない、でも安くなんないのっていう話になると、正直ないんですよ。結局乗り換えをしないといけないので。だけど実はソフトバンクを使ったままとか au を使ったままっていうのはちょっと語弊があるんですが、まあ、同じ会社を継続じゃないな、まあ、結果的にそこに戻すという方法があります。まあ、どういうことか、まあ、乗り換えして戻ってこればいいんですよっていう話なんですけど、ただ通常のやり方では、例えばドコモ使ってました、で au に乗り換えしました、で1ヶ月後すぐにまたドコモに戻ってきましたってなると、まあ、解約金はかかるし、あとは正確な情報は分かんないんですけど、各キャリア、短期間に解約とか乗り換えをするとブラックリストに乗るみたいなのがあるらしいんですよ。まあ、それが何ヶ月なのかとかは結構携帯会社とかによって違うし、あとは多分それ公開されてないんで、裏で変わってる可能性があるんで、どれぐらいっていうのは分かんないですけど、まあでも半年とか多分そんなもんなんですよね。まあ3ヶ月とか、っていうのがあるので、乗り換えしてまたすぐ乗り換えって基本できないというか、やるとリスクがあるんですよ。なんですが、一個だけ実はリスクなくやる方法があるんです。今格安スマホいろいろ出てると思うんですけど、その格安スマホも2年縛りがほとんどあるんですね。途中解約するといくらかかるみたいなのが。で、本体代金ももし分割払いすると、そういうのも残り払わないといけないっていうのがあるんですが、イオン。ショッピングモールのイオンの、イオンモバイルっていうのがあるんですけど、あれ実は2年縛りがないんですよ。まあ、他にも、マイネオかどっかが2年縛りないとこもあるんですけど、ちょっとそっち俺、携わったことないんでわかんないですが、イオンモバイルっていうのがあります。で実際何回かやってるんですけど、まあ、ドコモを使ってました、でイオンモバイルに乗り換えします、でまた、まあ、翌月なり、まあ、何週間後なりもう一回ドコモに戻ってくる。そうするとドコモに乗り換えするときに、まあ、乗り換えになるんですよね。乗り換えだから、普通に機種変更するよりも本体がめっちゃ安く買えるんですよ。今だったらまだ結構5万円引き、6万円引きみたいなのとかで0円で買えますよっていうのが、場合によってはできなくはないですね。というわけなんですよ。で、そのイオンモバイルに乗り換えするときの、まあ、手数料だったりとか、そのイオンモバイルの料金が1ヶ月分かかったりとか、まあ、乗り換え、そっち側での乗り換えの手数料っていうのがかかったりするので、まあ、もろもろの費用で1万円ぐらいとかは、まあ1万円から、まあ高く見て2万円ぐらい、まあ多分そんなにいかないけど、それぐらいのお金はかかるんですよ。だけど、乗り換えすると本体代金が本当に5万、6万とか安くなるケースもあるんで、
1万2万買ってもそっちの方が得なんですよ。うん。で、なんなら乗り換えすることによって月額料金が安くなる場合もあるので得なんですよ。っていう方法を使うと、あら不思議、ドコモを使っていて最終的にドコモをまた使っているのに乗り換え料金で使えてしまうという裏技があるんですよ。実際はそれでもう2回ぐらいやってますね、うん、で、ただ俺がやった時はそれ大丈夫だったけど、今現状が大丈夫かとか今後にどうなのかっていう話になると正直やっぱわかんないですよ。なんで一番いい方法は、まずイオンモバイルに乗り換えするときに、使ってみてもし通信が遅かったらまた戻すかもしれないんですけど、それ大丈夫ですかっていうのを一回確認してからやってもらうのが多分いいと思います。なんか問題ありますかとか、まあ多分大丈夫ですよって言ってくれるとは思うんですけど、うん。で、実際俺2回やって2回とも別に何もなかったし、1回それをやって2回目の時も別に普通に4モバイル契約できたし、なんで問題ないと思います。ただ聞いてからやってください。俺が責任取れないんで。はい、という感じで、携帯料金を安く使うのであれば、今の会社を変えたくないならイオンモバイルに変えてまた元の会社に戻す。費用としては1万から多めに見て2万ぐらいかかる可能性はありますが、乗り換えをすることによってそれ以上の割引がつく。で、運が良ければ、まあ、会社によっては月額料金もさらに安く使えるかもしれないという裏技があります。で、この裏技なんですけど、多分もうできるのが10月に、2019年の10月にまた料金がいろいろ改定されるとか、割引の金額が変わるとかっていう話があるんで、多分それまでなんですよ。なので、まあ、8月、9月とかにはやっておかないといけないと思うので、もしこれ見てやりたいなと思った人は、早めにやった方がいいと思います。あれ、ちなみに、イオンモバイルを使う場合なんですけど、確か俺が前にやった時は、au の回線とドコモの回線を扱っているという話だったので、もし au かドコモを使っていて、その方法を使いたい人は、SIM ロックの解除というものをしなくても、au だった人はイオンの時に au の回線を選ぶ。ドコモの人はドコモの回線を選んでもらえれば、SIM ロック解除というめんどくさい作業をしなくても大丈夫です。はい。まあ、なるべくはそれやっといた方がいいとは思うんですけど、別にやらなくても大丈夫です。はい。で、乗り換えをしてもらって、その乗り換え先での設定をして、で、またドコモに戻ってきて、ドコモの設定をする。まあ、多分ドコモにまた戻ってくるときには機種買うと思うんで、その機種、今まで使っていた機種の設定とかは別に必要ないとは思うんですけど、はい。そんな感じでできます。はい。もし、これ聞いてやろうと思った人は、まあ、確認して慎重にやってください。まあ、失敗しても責任取れないんで。で、もし他にも詳しく聞きたいということがある人はコメントとかくれれば、教えられる範囲で教えようとは思いますので、よかったら聞いてください。はい。じゃあ今日はここまで。それでは、バイバイ。